こんにちは、ホタルです。今回の動画はですね、番外殲滅戦が来てますので、そっちの方を5部隊と4部隊、それぞれでちょっと詰めてきましたんで、そちらの攻略動画をお見せしたいと思います。でですね、5部隊の方は2分7秒まで、詰めれました。で、4部隊の方は2分36秒まで詰めれたんで、まあ、そちらの方を動画を見ていただければなと思ってます。はい。で、主要部隊の紹介ですね。騎馬の方、ホロの方は、兵科レベル37で、41万、2万ぐらいの雪村部隊と、剣心部隊、42万ぐらい。で、忠勝のがちょっと弱くて、34万とかですね。あと、弓が2の、35ですね。兵科レベル。元成隊と、小松隊になってます。まあ、こんな感じの部隊でやってます。4部隊の場合はですね、元就を使わなかったですね。っていうのもですね、まあ足が速いのが3つ使いたいっていうのがあるのと、あとはもう元就と小松で比べたらですね、小松の先方の方がですね、火力とかに貢献できるので。っていう感じですね。まあ、元就は同士打ちとかが非常に強力で防御も下げてくれるっていうのもいいんですけど、まあ、それよりか、部隊のバフの方に寄せてる感じですね。で、まあ、今回は結構、その敵がそこまで強くないので、まあ、全滅する恐れとかっていうのも考えないでいい感じだったので、まあ、元就の同士打ちがなくてもっていう感じですね。で、それともう一個ポイントとしてはですね、剣心だけに結果的にはなりましたけど、この辺の、鉄砲部隊が全部待ち伏せなんで、ここにどんどん引っかかっていくんですよね。で、引っかかっていく途中で、まあ、先方溜まっていくんですけど、先方が残り敵の兵力がわずかな時に先方撃っちゃったらもったいないんで、そこは先方の自動発動を止めたりとかっていう作業はしてます。で、まあ、あとはこっちは基本的に雪村に変えましたとかしました。で、こっちは、ま、忠勝とかに行ってもらう感じ。で、あとの3部隊、内心2部隊は、ま、信長の方に行くんですけど、まあ、この2人のですね、間ら辺狙っておいてます。信長狙ってたらなんか先方とかが届かなかったりとか、両方に届かなかったりとかいうのがあったんで、でもそこら辺は気をつけてますかね。まあ、4部隊で2分半切りたかったんですけど、ちょっと厳しそうでしたね。まあ4部隊のやつを何回も何回も何回もやったんですけど、まあ、ちょっと2分36秒が限界でした。もうちょっと、まあ、部隊が強い人たちは、4部隊で2分半切れるのも、全然可能だと思います。なんか一門の方にも4部隊で、2分10何秒とかでクリアしている方もいましたんで、まあ、そういう方たちは、まあ、可能ではありますよっていうことで、で、私の部隊でも、その、あと6秒ぐらいまではいけたんで、まあ、目安にしていただければなと思います。でも、あとはですね、もう試行回数結構かかってるので、毎回声は入れてない状態になりますんで、まあ、動画だけっていう感じになります。なので、まあ、5部隊のやつを最初に見せて、4部隊のやつを、最後に見せようかなと思いますんで。はい。なので、この動画の締めの言葉をちょっと早めに言わせてもらおうかなと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。少しでも参考になれば幸いです。それでは。皆の武勇を見せるとき。不釈神妙の覚悟で攻め落とさん。武を振るうには邪魔が多いな。その首もらい受ける。
正堂々勝負ぞ。避難とすれば生き、生きんとすれば死。百万一心、勝ちは今度。勝利を祝い、持ちと。輝かしい勝利、文句なし。越後の竜が部位に打たれよ。任せよ。避難とすれば生き、十文字槍に逃がせぬものなし。真田赤備えの攻め、誰にも止められぬ。かしこまった。越後の竜が部位に打たれよ。種も仕掛けも見破れまい。本望斬りの敵の数虫を斬る。わしに挑むな。下司、受けたまわった。いたします。皆の武勇を見せるとき、不釈神妙の覚悟で攻め落とさん。武を振るうには邪魔が多いな。その首もらい受ける。正々堂々勝負ぞ。十文字槍にうがてぬものなし。避難とすれば生き、生きんとすれば死す。真田赤備えの攻め、輝かしい勝利。本望斬りにて敵の数虫を斬る。任せよ。死なんとすれば生き、生きんとすれば死す。真田赤備えの攻め、誰にも止められぬ。かしこまった。越後の竜が部位に打たれよ。死なんとすれば生き、生きんとすれば死。わしに挑むな。万年早いわ。首もらい受ける。勝ちはこの手で掴む。わしに挑むなら万年早いわ。下司、受けたまわった。真田赤備えの攻め、帰還いたします。